さあみんな、今シーズン初スキーに行くぞ。しかも初スキーは湯沢じゃない。ヘビヘビゴー。さあ出発だ。今日が昇る。一歩山に入るともう道が真っ白で、さらにアイスバーン。気をつけな晴れや。さあやってまいりました。もうローカルの人しか来ないこのスキー場へ、私たち千葉の人間がやってまいりました。いやー最高だね。 The day! It is a day! 栄クラブスキー場来た。青井さん、今シーズン初スキー上に行き過ぎちゃっても楽しみ。下に小鳥さん、あなたは2日連続妻。はい、新しい板。イエイイエイ。ドキ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 。ジョーンズドキドキ。あおー、なに栄クラブスキー場。うほー最高この天気。テンション高い父ちゃんだけ。今年の初スキーはなんと長野県の栄クラブスキー場からスタートだ。2022シーズンイン。小鳥最高だぜよ。へい。なんと今日一番最初のリフトなのに、私たちの前に乗ってる10人くらいしかいません。競争率めっちゃ低いです。ここ平和ね。こんなに少ない人数で貸し切れるゲレンデ、こんなことあるかーい。最高。よし小鳥、早速1本目いくぞ。おう、ヒュ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 ゴー。よしみんな、今年1本目いくぞWe'll be right back.
小鳥さん。何でしょう。パウダー。最高だね。いいパウダー食えました。イエス。イエスイエスイエス。この景色を見てください。向こうに見えるのは野沢温泉スキー場ですの、大けなしさんですね。まあ、一望できる山です。サイクラブ。最高。向こうの向こう、北アルプスの方まで見えますね。ランチタイム、ランチタイム。飯食うよりも SNS が大事な会社。見てください、この食堂。ガラガラです。こんなね、穏やかに過ごせる12月29日。これユーザーだったらもう超激混みになってるところですが、ここだとすごくのんびりしてます。スキー場も、のんびりしてます。堺クラブスキー場、最高に楽しかった。ありがとう、また来るよ。うわねえねえ、あの人使ってんの、クマ。超ヤバなんとかやろ。クマだ式。超ヤバなんとかやろ。青から始まる日。もう屋根の上にすでに1メーター、おドガーン。楽しかったよ、堺クラブスキー場。Dude, that father is 10 men per!